プレーナンバー2の7、ベアーズ、相手陣23ヤードからフォースダウン3、プレーを選択します。ギャンブル。ランニバック10番、ハンドオフから右オフタックルを狙いましたが、これは翔英がストップ。4回目の攻撃失敗ですので、攻守交代です。ターンオーバー。